俺は家に戻って夏希の到着を心配しながら待った。いつの間にか玄関で待っていると命令してきていた。すぐに俺は彼女を迎えるために扉を開けた。おお、やっほー、よう。自分でも何を期待していたのかわからないか、制服姿じゃない夏希には実に動揺されてしまっていた。こんな可愛い服を着ている彼女を見ているよ。まるで制服が全く似合っていないというふうに思えてくる。全く気まずくないの、早すぎないの。仲いい一日なんだから学校の外で私と会うかって、そんな風に変な風にしないでよね。とにかくお邪魔するよ。かわいい、かわいい、夏希ずぶとお荷物だろ。夏希はお菓子作りの道具でいっぱいであろう大きなカバンを持っている。ここまで来たのが道具が足りないなんてことやって嫌だったし、頼んできたものはちゃんと買ったわよね。あ、買ったよ。昨日夏希は俺の家に来なければ、なければ必要な材料を買ってくるように頼んできていた。よし、あんたが頼りがあってよかったわ。そりゃもちろんだろう。夏希の口から普段の、意地悪な、皮肉じゃない言葉ができて俺驚きだった。本当に学校の外だと少し態度が変わってるんだろうか。とにかくキッチン行こう。何？この重たいカバン持ってくれないの？おもてなしの頃はどこ行ったの？ハンジを。面白いぞ。なんで俺がそんな信じみたいなこと。やれよ、お前バカ野郎！バカ野郎！ゲーム中の俺バカ野郎！やれこれ！お前ガキこれ！やれよ、お前、お前レディーファーストやるかい！夏希様が言うとるやろ！俺は夏希が差し出してた。ボタンを受け、ああ、僕はカバンを受け取った。重すぎだろ、これ。あ、私はそれをここまで運んできたのよ。感心したかしら。なるほどな。確かに感心したよ、夏希。またお前見直すことになったよ。私が小さいからでしょ。このバカ。夏希は俺の胸を拳で叩いた。拳で。おいおい、体型は関係ないだろ。そんなに小さいのが嫌なのか？え？嫌というわけじゃないわ。たまに私を小さいからって見くびる人の見返すことがあるの。小さいけど人の先を行くことがあると楽しいもの。でも、もう何でもないわよ。何言わせようとしてんのよ。学校じゃないからって変なこと聞かせると思わないでね。で、いつになって始めるの？教えることはたくさんあるんだけど。は？お！何よ。そうしてる方が怪しい。お！そうやって思ったこと言ってるお前の方が一緒に楽しいよ。ちょっと本当に子供扱いしてるだけだよね。ちょっとだけあんたに優しくなると思っただけよ。それに、ユリみたいに大人っぽくてセクシーな体型じゃないかって私を。あ、夏希は自分の尻に気づき、顔が真っ赤になった。夏希、今の忘れなさい。何も言ってない。謝らないといけないな。え？俺に優しくしようとしてくれたの嬉しい。俺をもっと思いやるべきだったな。それと、お前みたいに小柄な子が好きな男もいっぱいいるから心配することないぞ。ふん。そんなこと、どうやってわかるのよ。これだけは信用しろよ。キモザク、ミオスジャキラ君ですおい、今の俺に向けて言ったのか？他に誰がいるのよ。ったく、さっさと立ち見るぞ。あんた、女の子にキモいって言われたら不機嫌になるのね。やっとあんたの弱点を見つけたよ、繁盛。夏希は不敵に笑った。勘弁してくれ。まあ、夏希はそうやって俺を馬鹿にし続けるなら俺も反撃するが。けど今のところは満足した同様で、ようやくカバンから道具を取り始めた。キッチンがぐちゃぐちゃになるまでそう時間はかからなかった。スプーン、汚れたボール、小麦粉、こぼれた液体にプラスチックの袋などがカウンター中に広げられている。ミキサーが小さすぎて一度で生地を作れなかったが何回かに分けて作るようになった。一方、夏希は彼女の大事なお菓子作りが台無しにならないよう俺のおもりをしていた。安城、着色料はどこに置いたの？もう少しで生地をオーブンに入れるからトレインに乗せておかなきゃいけないと。うん。テーブルの横の袋にまだ入ってるはずだ。何に使うんだ？生地に色をつけるのは決まってるでしょ？トレイごとに別々の色のカップケーキを作るの。へぇ。そうすれば味は一緒でも選択肢が増えるでしょ？なるほど、可愛らしいアディアじゃないか。アイシングも同じようにしないのか？そうしたい？え？俺に着るのか？俺は別にこだわりはないし。何よそれ。全然打ち込んでないじゃない。せめて楽しむ気はないの？楽しんではいるぞ。夏希は俺にどうしてほしいのかあまりよくわかんない。その間、夏希は生地のいくつかを小さめのボールに分けて、それぞれの着色料を数滴落としていく。お、確かに見た目がいい感じだったな。でしょ？お菓子作りって、ただ説明通りに作ればいいってものじゃないのよ。楽しみながら工夫を凝らすことで、見栄えが大きく変わるんだから。
見ただけでみんなが顔が明るくなるような見た目にした方が100万倍やるがいがあるもの。俺が入部した日に作っておいくれた時みたいか。猫の形をしたカップケーキを誇らしげに見せつけるなつきと、それを見たさよりとモニカの喜ぶ顔を思い出す。俺もあんな風になつきを喜ばせることはできるんだろうか。そうだなぁ。それなら着色料を使おうかな。分かってきたみたいじゃない。でも愛人が完璧に混ざるまで、着色料は触るんじゃないわよ。ああ、だいぶ混ざってきたよ。電動ミキサーは生地を混ぜるのに使っていたから、俺は大きなボウルに入ったアイジングを泡立て器で混ぜていた。は?まだダマだらけじゃない。やる気あるの?いや、あるけど、もう少しかかるかもな。まったく、このままで日が暮れるわ。ほら、貸しなさい。夏希は俺から泡立て器をつかみ取り、もう片方の手を使ってボウルを傾けた。とにかく、叩きのめす勢いで、混ぜ合わせないと、ダメよ。数秒後にはアイジングは滑らかになっていた。ほらね。見せつけるように夏希はアイジングを指に取って口に入れた。俺もしぶしぶ同じようにしようとした。ちょっと!突然夏希は俺の手首を掴んだ。私のアイジングにあんたのキモい指を入れないでくれる?お前のアイジングだと。ほとんど混ぜ合わせたのは俺だろ。俺は抵抗しながら指をボールの方へと伸ばす。次はあんたの叩きのメスだよ。やれるもんならやってみろ。俺はさらに強く抵抗して指が取るギリギリのとこまで到達する。アイシングを指に取ることで成功した瞬間、俺は夏希に全力で引っ張られた。ああ!夏希に引っ張られた勢いで俺はよろめき。夏希も、取られてよろめく!これトラブル系?キモ!顔についちゃったじゃない!誰のせいだよ。夏希の方に大きなアイシングの塊がついている。ぬぬ。夏希は舌を伸ばして舐め取ろうとするが、遠すぎて届かない。もう、何よ、まったく。こうしてやる。夏希は指で愛人を吹き取ると、それを俺の顔を見せかけて押し付けようとした。させるか。俺の方が早い。俺の方が強い。近所。俺の顔に届く前に、夏希の手首を捉えた。夏希は抵抗して、もう片方の手で応戦するが、そちらも俺が捉えられた。はぁ、やめなさいよ。かわいい。俺をキモいって言ったこと謝ってるな。わかったわよ。キモいって呼んでごめん。本気じゃないの分かったでしょ?あんたの反応が面白かっただけよ。あんたがいつも私してることでしょ?私の反応を見るために変なことばっかり言って、そうやって女の子からかうんじゃないわよ。ほう?じゃあこういうことするのもよろしくないのかな?俺は夏希の指を取ると自分の口に入れて、は?俺は夏希の指を取ると自分の口に入れて愛人を舐め取った?お前何してんだよお前!え?夏希の指を舐め取った?え?あ?え?今本気で、ああ。夏希はあまりにも驚きすぎてどう怒ればいいのか分かれてるよな。顔が分かれてる。班長、その気はないなら女の子に通過するんじゃないわよ。分かってるでしょ。それどういう意味で質問なんだ?なんで着るこんな動きだったんだ?俺は、夏希無言の俺を見据える。彼女の呼吸が浅くなってる気づく。なんで俺を切り目回してるんだ?ああ!なえ!ああ!どっかでも火災を落ちきられましたもう思いすぎてもう裏向かったええー、何焦げてるのかまだカップケーキ入れてるキョどういで汚れとるよ、いっぱい足になったじゃん。どうしたこんな店よ。オープンがつけるも確認すべきだったよ。私ですね、ね、ね。あ、はっ。あ、夏希はオーブンミットをつけて黒焦げになったトレイをオーブンから取り出した。それをコンロの上に置く。ほどなくして火災を落ちきものやりやんだ。さてと、カップケーキ、オーブンに入れるわね。はあ。さっきの雰囲気はまだ空気を、ふわってる。ただ、あの瞬間はもうなくなってしまった。夏希はカップケーキのトレイをオーブンに入れていくのを眺める。そして俺もしぶしぶ慌てて器を手に取って何事もなかったかのように、愛人を混ぜ合わせるのを再開した。わあ、すごくいい匂い。可愛いよね、この顔ね、マジで。カップケーキ焼き上がった。夏希はオーブンのドアを開けると、そこから暖かくて甘い匂いのした空気が吹き出し、部屋中に広がった。見て、すごく可愛いわよ。お前には可愛いな、バカ野郎、この野郎、お前。様々な色のカップケーキの乗ったトレイを誇らしげ見せてくる。愛人を乗せればもっと良くなりそうだな。あんた言われなくても分かってるわよ。デコレーション用のものをいろいろ持ってきたから、頑張ってやりなさいよね。はい、愛人をこの袋に入れていって、夏希は俺にプラスチックの袋をいくつか渡してきた。このノズルから絞り出せば愛人がふわふわになるのよ。こっちのなんか花もつけちゃうのよ。今日は多分使わないと思うけど。こっちは何に使うんだ?俺は他よりも先端の細いノズルを手に取った。
それはすごく細いから、ストライプとか細かいパターンを作るのに使うの。でもケーキに文字を書くのに使えるわ。お誕生日おめでとうとかそういうの。おう、なるほどな。それを聞いて思いついたんだが、え？これって文芸の出し物だろ？ならカップケーキ一つ一つに違う言葉を書いていくなんてのどうだ？みんな、どの言葉をカップケーキを選ぶのはみんな面白そうじゃないか？え？どうせすごくバカみたいなこと言い出すと思っていたのに、予想に反してすごく可愛いアイデアだったから、はぁ、お前の意見かもな。それどういうことよ？私可愛くなんかないし、大丈夫だって、学校じゃないのか気にすんなよ。そんな格好してそんな振り回して可愛いって思われなきゃいけないだろ。それは、夏希の声がずっと繋がっていく。アンドになって、え？なんかいたか？いいや、なんでもないわ。で、アイシングを乗せていきましょう。夏希は急いで、それぞれの袋にノズルをつけた。え、たくさんあるんだから時間を無駄にしてる暇ないわ。ほら、やり方見せてあげるから。俺にさっきのこと考える暇を与えず、夏希はさっさと作業を進めていく。アイシングの姿を教えてくれたから、俺たちはそれぞれ仕事にかかった。ようやく終わらせると、夏希はカップケーキを全部並べて、俺たちの努力を、称えるように眺めた。全部一緒に並べると、ほんと綺麗ね。あ、ほんとにそうだな。今食べられたらいいのに、なら食べてもいいんじゃないのか？何も問題ないと思うけど。それはそうだけど、今日はパパが晩ご飯を作ってくれるから、それまであまり食べないでおきたいの。あ？それは、正反対だな。もしこの前にいたらもう10個はなくなってるぞ。もうその上、ご飯も食べれだろうし。おい、ダメだろこれ。言ったら。何をそれ食べすぎでしょ。それにパパがご飯作ってる時は、できるだけたくさん食べないといけないし。まあとにかく、漫画でも読む暇があればよかったんだけど、晩ご飯までに帰らないといけないから。あ、もうそんな時間か。残念だな。ちんたら作業してあんたが悪いのよ。もう少し考えて、行動してほしかったわ。こんな機会めったにないんだから。はぁ。いつも通り、夏希は全部俺のせいにしている。明日カップケーキ持ってきてくれるわよね。さよりと二人で手分けしたら一度に全部運べるはずだから。あ、持ってくよ。あとあいつには食わせないから安心しろ。あ、あいつ、あんたが言うくらい私の言うことも聞いてくれたらいいのに。ああ、そうだな。今日さよりと話したことを思い返す。あの時俺は無力だった。いつもなら俺の言うことを聞いてくれるのに、あの状態だと何も聞き入れてくれないようだった。うん。よし。荷物は全部まとまったわ。今日はお疲れ様。疲れ。外まで見送るよ。そうして、夏希はもう帰ろうとしている。一日はあっという間に過ぎてしまった。そんなことより、この機会で、ちゃんと夏希ともっと親密になれたんだろうか。それじゃあ、もう行くわね。手伝ってくれてありがとうね。また明日。待て、夏希。え？さっき言ってた、めったにこんな機会ないってやつ。そんなことは全くない。今日は楽しかった。お前も望んだ通り、俺にお菓子作りの楽しさを教えてくれた。それはさておき、いつも遊びに来ていいからな。できればこうやってもっと一緒に過ごしたい。漫画を読むのもいいし、動画に出かけてあげればね。それ本気言ってる？夏希は本心を隠すかのように俺を張り詰めてですね、見つめる。ああ、もっとお前と一緒に過ごしたいんだ。繁盛、あんたはこれを終わらせることにしか興味がないと思っていたのに。今日早く帰らないといけなくてごめん。今日本当は帰らなかった。あー、これやばー。ここで、繁盛大好き CEO！ いただきました！俺こいつ好きだー！俺絶対こいつがいいわ！絶対こいつがいい、マジで！できればもっとここにいたかった。私もあんたと同じ気持ちだから。夏希は突然、俺近づいてきた。待て、夏希。俺から数センチしかない距離で立ち止まって夏希は俺を見上げた。俺に捕まるかのようにシャツをそっと掴むのを感じる。少しだけ開いた唇に目の色と同じぐらい真っ赤になった。顔で視界がいっぱいになる。何が起きてんだ？夏希の柔らかな呼吸を感じてると目が回り始める。腰悪く感じたことはあるんだけど。え？夏希は突然後ろにいた。さより？え？あ。やっほー繁盛。さより、俺たち今、いいんだよ、繁盛。ただ挨拶に来ただけだから。もっと早く来ればよかったのに。私もう帰らないといけないし。そうなの？残念だな。まあ、明日文化祭やるからいいわよね。それまでにカップケーキは食べるんじゃないよ。ということで、じゃあね。明らかに動揺した様子で、夏希は急いで帰っていき。さよりは彼女に向かって手を振った。さより。
今日は来ないって言ったじゃないか。ああ、それは、部屋に言おうとしたんだけど、私の想像がすごく意地悪をしてきたの。だからここに来て自分の目見たくなっちゃった。見るって何を？一体何の話をしてんだ？それは、夏希ちゃんとどんなに楽しそうにしてるかを、そしてどんなに距離が縮まったかを、私すごく嬉しいんだ。繁盛にいい友達ができて、私それが私にとって唯一の大事なことだから。頼りの香り、涙が伝え始める。それが唯一大事なことなの。なのになんで私こんな気持ちなの？繁盛、私繁盛のことを思って嬉しいはずなのに、なんで心臓が真っ二つに裂けそうな気持ちなの？すごく痛い、全部すごく痛い。私なんか消えちゃえばいいのに。てりゅうだ、本当のことだもん。繁盛、私がこれやければ繁盛も私同情せず済んだのに。私のわがままに付き合わせることもなかったのに。モニカちゃんが正しかった。私なんか、モニカ？モニカ正しいって何か？頼り？俺がさっき言ったこと本気だ。こんなことをこれ以上続けさせない。お前を思うことがお前が考えているのは重荷になってない。それは俺が嬉しくなることなんだ。これは何も変えられない。だからたとえ一生かかろうとも、お前が痛みを感じなくなるその日まで俺はずっとそばにいるから。でもさよりは目をそらした。俺は彼女の不安を、私怖いの繁盛。すごく怖い。何が怖いんださより。繁盛が私を好きな気持ち以上に私が繁盛好きなのかもしれないっていうこと。さより、そうなんでしょ。私が弱いから繁盛好きになりすぎた。自分にこうしたんだ。繁盛好きすぎて死んじゃいたいくらいなの。それが私の気持ち。だからもういいさより、これ以上お前に苦しんでほしくない。左の腕を耐えながら手を下ろし、彼女の手をキュッと握った。お前のことは俺が一番理解するって前言ったよな。まだその言葉は信じてるか。何も言わずにセールはただうなずく。自分の気持ちが分からなかったとしても、お前が必要なのは俺が知ってるから。そしてそれを今からお前にやるんだ。ちょっとセーブさせて、これセーブしよう。ちょ、待って。うわー、これきついわー。うわー、きついわー。こいつきついってこれー。いや、これ俺、さよりも結構好きだけど、俺、あいつが好きなんだよなー。いや、マジか、これ。うわー、きっちー。うわ、うつ病なんでしょ、重度の。いや俺ね、夏希好きなんだよ。いや俺夏希好きなんだよな。夏希、いやでもお前も好き。俺2番目に好きなんだよね、さより。うわー、どうしよう。両方好きなんだよ。夏希も好きだけど、さよりも好きなんだよな。でも俺、夏希のが好き。お前ずっと俺の大切な親友だ。お前に必要なことは全部今まで通りであることだ。森が正しかったんだ。俺が入部してからお前がどんなに楽しそうに部活で過ごすようになったか教えてくれた。今は難しい気持ちを抱えて悩んでるのはわかる。だから、俺を信じてくれ。何がお前にとって最善で、どうすればお前が幸せになるかわかってるから。何もかも元通りするって約束する。わ、分かった。さよりは微笑んでいるか、信じられないほど痛々しい微笑みだった。ああ、
胸をぐさっと刺されるのって、こういう気持ちなのかな。これで詩が書けそう。頼り？大丈夫だよ。ただの罰だから覚えてる？わがままの。だからお願い。お願いだからこんなバカみたいな気持ちの心配もしないで。ハンジは正しいよ。この道に幸福なんてことはないって分かってた。それがここに来た理由。私が必要としてた答えを聞くためだよ。あとさっき言ってたこと。全部今まで通りになってほしいっていうのも正しかったんだ。今、それに気づいたの。本当に誰より私を理解してるんだね、ハンジョー。ハンジョーなら何でも信頼できるよ。本当に何でも。だから、とうとう青年笑顔崩れる。不意に振り返り、膝を抱え込む。うわー、なんでだよー。彼女は両手で頭を抱え、アランバカに悲鳴を上げる。俺はショックのあまり、どんな反応すればいいのかわからなかった。さよりは、走り去る直前、後ろを振り返り、もう一度俺にか弱く吠えんだ。さより！俺はどうすることもできずに、俺の家の前に立ち尽くしていた。なぜ俺は罪悪感を感じているんだ。これ以上俺にできることはない。俺ができることはさよりを支えてやって、正しい道へと導いてやることだ。だが俺もさよりと同じくらい、彼女の気持ちをよく理解できていない。彼女を慰めることはできるかもしれないが、もっと何かをしてやったり、別のことをしてやるのではと思わざるを得ない。全部元通りになるまで、俺はこの思いにずっと悩まされるだろう。俺は自分の全力を尽くしてみせる。さよりはずっと俺の大切な親友だ。そして、俺はあいつが毎日笑顔でいられるように何でもしてやるんだ。今日はとうとう文化祭の日だ。今日こそはさよりと一緒に学校に登校できるだろうと思っていた。しかしさよりは電話には出ない。俺はさよりに起こしに彼女の家に行くことも考えたが、それは少しやりすぎかと思い遠慮した。一方、文化祭の準備はほとんどできている。なんとかトレイを重ねて慎重に運び、一人で全てのカップケーキを運ぶ。夏希からは何件もメッセージが届いているが、両手が塞がっていて返信できない。おかしなことに俺はもしかすると文化祭について夏希と同じことを考えているのかもしれない。どちらかといえば、さっさと文ゲームの方を終わらせて、セオリア夏希と一緒に文化祭を楽しみたいのだ。まあ、モリカのことだから、きっと文ゲームの出し物もいいもんなんだろうけど、繁盛くん？あなたが一番乗りね？早めに来てくれて嬉しいわ。変だなぁ。少なくともユリはもう来てると思ったんだが。モニカは、小冊子を教室の机一つ一つの上に並べている。おそらく俺たちが発表する詩が載っているんだろう。結局俺はモニカが好きそうな詩を適当にネットから見つけてきてそれを提出した。だから俺はそれを発表することになっている。さゆと一緒にでき、来ると思ったんだけど意外ね。ああ、あいつまだ寝坊しまって。あのバカ。マサファーカ。今日は大事な文化祭の日なんだし、ちょっと頑張るとは思ったんだけどな。そう口に出してすぐ、さよりが昨日言っていたことを思い出した。そして彼女にとってはそう単純な問題ではないということに気づき、ひどい罪悪感に、済まされる。俺は、ただいつもそういう風に捉えていたからそう発言してしまった。でも、もしかしたら起こしに行った方が良かったんだろうか。ふ？安城君はもうちょっと責任を持った方がいいかもしれないわ。昨日あんなゆとりも交わしてばかりなのに。今朝まであの子を宙ぶらりにさせちゃって、え？やりとり？モニカ、お前まさか知ってんのか？もちろんよ。なんて言ったってこの文芸部の部長なんだから、なんでこんなに BGM ないの？でも、恥ずかしくなって言葉に詰まってしまう。とりあえず、もうモニカに言ったのか？どうやって彼女を振ったのかも？そうだとしたら俺はかなり悪い立場にいることになる。でもあいつにとって何が最善かは俺が一番知ってるはずだ。それでも全部知ってるわけじゃないのなら、心配しないで。あなたが思ってるいろいろ知ってるのは私。え？いつもより規則のモニカだが、その言葉を聞いてなぜか背筋が寒くなった。ねえ、パンフレット確認しない？とってもいい感じ仕上がったから？あ、そうするよ。机にある小冊子を一部取る。本当はいい感じだ。これならみんなもっとこの部活のこと真剣に見てくれるだろうな。私もそう思うわ。ページをパラパラってめくっていく。それぞれのメンバーの詩が
まるでプロの仕事のように鮮やかで印刷されている。夏木とゆりの詩は二人が練習の時読んだものと同じみたいだ。なんだこれ。俺は声優のページを開いた。ここには彼女が練習で読んだものとは違う詩を載っていた。それに俺が今まで読んだことのない。私の頭から出ていけ、頭から出ていけ、頭から出ていけ。頭から出ていけ。私の頭から出ていけ。あなたにとって一番のことをしてしまう前に私の頭から出ていけ。あの子に言われたことを全部聞いてしまう前に私の頭から出ていけ。あなたの愛を見せてみる前に私の頭から出ていけ。この詩を書き終わってしまう前に私の頭から出ていけ。だけど詩に本当の終わりなんてない。動きを止めるだけ。な、これはなんだ？この詩を読むととても胸がざわつく。繁盛くん？繁盛？どうかしたの？いや、なんでも。この詩はどう考えてもいつものさよりの詩と何もかも違っている。だからそれよりも、ごめん、ちょっと気が変わった。やっぱりさよりのこと迎えに行ってくるから。あー、わかったわ。あまり遅くならないでね。俺は急いで教室から出た。無理しないでね。モニカが呼びかけるのが聞こえる。どんどんペースを上げていく。俺は何を考えてるのだ。もう少しさよりのために頑張るべきだった。あいつを待つことや朝起こしてやることなんて簡単なことじゃないか。単に一緒に学校に行くだけでもさよりは幸せになるのに。しかも、俺はつい昨日いつも通りの日常を共に過ごすとあいつにいたばかりじゃないか。彼女にはそれが必要で、俺もそうしてやりたかった。俺はさよりの家についてドアをノックした。電話にも出ていないから返事がないのも当然だろう。昨日のようにドアを開けたいった。さより？あいつほんとぐっすり寝てんなぁ。唾を飲む。こんなことをしているし、自分が信じられない。彼女に家に怒り込んで、上がり込んで起こすとか。彼氏がするようなことじゃないか。何にせよ。こうするのが正しい気がする。さよりの部屋の前に着いた俺はドアをノックした。さより？早く起きろね、ボスケ。バカ野郎、お前、たわけ。バックしかばねえ。反応はない。こんな感じであいつの部屋に入りたくなかったんだが、なんだかプライバシーで侵害みたいじゃないか？でも他に選択はない。俺は一回ドア開ける。あっ！あっ！怖い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 。例外が発生しました。ファイル、ゲーム、300投げる、詳しく。何？なんだよ、これ。なんなんだよ、これ。これ悪夢なのか？そうに違いない。こんなの現実じゃない。こんなこと現実なはずじゃない。頼りがこんなことするはずじゃない。ほんの数日前も何もかもいつも通りだったじゃないか。だからこそ、今目の前に広がってる光景が信じられない。泣きそうになるの一瞬答え。つい昨日、ずっとそばにいるって言ってはとばかりなのに。さよりの望みは分かってるから何も問題ないって言ったばかりなのに。だったらなんで？なんであいつはこんなことを？なんて俺は無力なんだ。俺は何を間違えたんだ？告白を受け入れなかったこと？それがあいつの心を壊してしまったんだ。あいつの苦悶の叫びが今まで耳の中に残る。さよりは本当に俺のことを必要としていたのに、なんであんなことをしてしまったんだ。なんで俺は自分勝手だったんだ。全部俺のせいじゃないか。どうすればこんなことにならなかったのか、頭の中で思考が駆け巡る。もしもっと一緒に過ごしていたら、一緒に学校に行っていれば。そしてあいつが二人の関係から期待していたことをあげられたなら、どうすればこんなことには、こんなことにならなかったはずだ。文芸マンはもう知るか、マザファーか。文芸マンはもう知るか、マザファーか。俺は今一番友達を失ったんだ。小さい頃からずっと一緒だった友達を、さよりは死んでしまったんだ。あいつを取り戻す方法なんて何もない。ゲームのようにリセットしてやり直すなんてこともできやしない。これできるよ。たった一度しかないチャンスだったのに、迂闊だったんだ。そして死ぬまでこの罪を背負っていくんだ。俺の人生なんかさよりほどの価値はない。でもあいつが、して欲しかったことできなかった。そして今、もう取り戻すことはできない。絶対に、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 絶対に。え、終わり？
なにこれ。何？誰？あ、てかこれさ、さゆりだったのに、変わってる。え、これ読む？あ、てかこれ同じでしょ？前回と、一回目と。え、これ結構長い？結構長い？じゃあやり直すわ。そしたらさ、あれしよう。あれ、データ消えてる俺の。え？あ、あの時の夏希のデータ消えてる。おい！夏希のデータは？嘘。夏希のデータは？俺の夏希のあの二択のデータはあれどうなってたの？二択。だって二回目ほぼ同じじゃないの？もういいよね、二回目だし。え、なに二周目？これ、え？あ！何？夏希、お前だけはな、お前だけはならないんだな。全く一緒じゃん。全く一緒だよ。キリいいところまでやればじゃん。なんなのこれ。クソ面白かったのに、夏希のところまでは。何が起きたのこれ。どうしてこうなった。全く同じだもん、だって。一人減ってる。さよりは？
え、キリいいとこない？オートで流してっか。やばいね、これ。副部長、どこ行った？マジで、これ。俺、夏木だけは裏切ってほしくないわ。てか、あいつやばくない？なんだっけ、あいつ。夏木じゃなくて、あいつ部長。部長マジやばくない？モニカ。モニカガチでやばくない？こいつ。なんでお前らも忘れちゃったの？お前らもさゆりのこと忘れちゃった？しかよ。いや、モニカあれマジで、もうなんかもう終わるそうなやつにしか見えないもん。まあ基本コメント見てないからね、俺。こういう時しか。こういう時しか見てないですね。基本見てないですね。さっきもずっと3時間ぐらい見てなかったですね、基本。これもう一回読む。俺1日2回ずつ読むの。ねえ、さっき好き選んだらどうなってたんだろう。マジで。ちなみにみんな誰推し？まあ、この登場キャラだったらみんな誰推し？ちなみに。やっぱ夏希めっちゃ人気だね。あ、モニカが後からなんか来てる。あ、モニカもやっぱ人気あんだ。なんかユリ少なくね、なんか。あ、やっぱ夏希、モニカ。あ、やっぱ夏希。夏希可愛いよね、やっぱね。繁盛も確かにいいけど。これさ、どこから変わるの？なんで2周目なの？ってか。俺なんかボタン押してみたら2周目だったことにびっくりなんだけどさ。大丈夫？このまま続けて。今日は休憩する？セーブして。終わっとく？
まあ、顎関係ないでしょ。まあね、一回ね、リアルで会って、でも、ね、超会議とか見に来た人、俺、顎本当に長かった。そんな長くないってよく言われるんですけど、俺だってリアルでさ、顎っていじられたことないんだよ。なあ。リアルで顎っていじられたことないんだよ。この界隈来て、ネット来てからで顎っていじられんの。なあ。切りつかないのこれ。あ、そうだね、最初の死のところでいいね。続けた方が面白い？マジ？だって今からまた3時間あるところでしょ。3時間4時間ぐらい、2周目。あ、俺聞いて、周りみんな長かったの？俺の友達が？あ、長いから言わないってこと？平均値が高いってこと？なおね。なおね。なぜね、でもね、背でかいんで、まあ、確か俺が身長150センチで、あの顔やったら、あれですけど、はい。あの身長一応182センチあるんで、だったら顔だけやっぱり座ってるの聞いといたらあれですけど、はい。まず2周目でさよりがいないのが意味わかんないけどね。マジでさゆりどこ行ったの？なんで2周目なのに死んだの？死んだことになってんの？は？はい。あ？何？読ませて、早すぎ。よ、よ、よ。わからねえ UR を開いて、そしたら俺意味わからん世界。まずやって、さらに2周目。意味わからんから口塞いで。お前意味わかんねえよ、この詩。なんでまた2回目読まなきゃいけねえかわからねえけれども、この後物語が変わる。死んだやつわさゆり俺の選択肢でまた死んでまったけど俺こいつ蘇らせてやりたい。あの時の選択肢変わってればな。夏希さゆり俺どっち取ればよかったのか、それわからねえから俺すするモカ。モカって言うのはあいつのことじゃなくてモニカスって言われてるやつ。あいつなんで情報がある？あいつの情報源はどこ？あ、思い出した。さゆりはインターネットで作業、その時にやってた可能性は大。俺が好きなラーメンは大盛り。さあゆり、よみがえってくれ。お前のことを2番目に好きだったからよ。よ、もうこのあと2時間3時間あるんだったらもう無理だよな。お前ら、俺1日で何時間やんの？なあなあ、もうこれ無理だろ。このビートに乗せながらもラップしたけど、
もう無理でしょ。ここら辺で終わっとくのが筋。